さあ、長文問題行ってみたいと思います。本日の東京都市大学の全体像ですが、設問形式は空小十問題でございます。で、10問あるんですが、まずは文法的な側面ですね。そこから皆さん考えていただけるとやりやすいかと思いますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、本文こんな感じでございます。皆さん、問いの10番、まずは検討をお願いいたします。で、皆さん、まず空所の右側にタイムズという名詞がありますので、多分形容詞を入れるんではなかろうかということでよろしいかと思います。で、あとは皆さん、名詞が複数形になっておりますので、複数名詞にかかる形容詞ですね。これがいけると思います。ですから正解は various ですね。様々なということでございますので、後ろは複数名詞です。で、皆さん続いて問いの11番お願いします。で、皆さんまずヒントは左側に to がございますので、to be 動詞の原型が入るはずですね。で、あとは皆さん空所の右側に the graves という名詞がいますので、当然他動詞を入れれば良さげですね。ですから正解はプロテクトですよね。うにゃうにゃを守るということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて12番お願いいたします。で、皆さんこの12番の左側と右側を見ていただいてわかるかと思いますが、動詞がないですよね。ですから動詞を入れていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は exist と存在するということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて空欄13番お願いします。で、もちろん皆さん空所の左側に座がおりますので名詞が入りそうですね。で、皆さん残ってる選択肢の中で名詞と言われたらこの2つですよね。で、あとはどっちにするのかということですが、皆さん左側の動詞がオーダーでございます。つまり注文する、命令できるものですよね。ですから正解はコンストラクションですよね。建設で、その建設であれば命令注文ができそうですね。で、皆さん続いて空欄14番お願いします。で、皆さんヒントは空所の左側のザーとですね、右側エバーがついてますよね。これでいけそうですね。もちろん正解はラージェストですよね。皆さん最上級です。で、皆さん最上級表現にエバーで強調することができましたね。ですからラージェストでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの15番お願いします。で、皆さん、空欄15番の左側に座がおりますので、最初は名詞を入れるのかなと思ってですね、パーパスかなと思った方いらっしゃるかと思います。で、皆さん、それで意味を考えてみるとですね、目的の家になっちゃいますよね。ですから、再検討すると、あれが正解ですよね。ですから正解は that 形容詞で大丈夫ですね。で、皆さんちょっと思い出していただきたいのは the プラス形容詞でうにゃうにゃする人々という名詞の意味になりましたね。ですから亡くなった人々ということで、亡くなった人たちの家というところにもつながっていきますので that が正解です。で、皆さん続いて空欄16番お願いします。これ皆さん空所の右側に動詞の原型があるということを説明できる選択肢を選べばいけそうですね。ですから正解は to ですよね。to be で to 不定詞ですね。で、皆さん次は空欄17番お願いします。で、皆さん文型を見ていただきますと、皆さんこれ B 動詞がありますので、前後は SVC ですね。で、その SVC でここで文型が終わっておりますので、
右側は M ですよね。であとは皆さん思い出していただくだけですが、その M の中でメサセンターズという名詞が余っております。でその名詞の左側に何を置きますかと言われたら、皆さんヒントはこれですよね。ザ・ピラミッツという名詞の左側に前置詞がくっついてますよね。ですから空欄にも前置詞を入れていただけるとよろしいかと思います。ですから正解はアンダーですよね。で皆さん続きの空欄18番お願いします。で皆さんこれはゼア所有格がございますので、後ろは名詞ですよね。ですから正解はパーパス、目的ですよね。となってくると皆さん残った空欄19番の正解はもちろん残りのブロークンですよね。で皆さん B 動詞プラス過去分詞で受動態になっておりますので問題ないですね。さあさあお疲れ様でございました。まあ、東京都市大学空小中問題行ってみましたが、まあ、ちょっと次につながりそうなところをまとめてみました。もちろん先ほどの正解のヒントにしたところではあるんですが、皆さん最上級の強調、エバーが出ておりましたが、マッチとかバイファー。そしてザープラス形容詞ですね。先ほどはザ・デッドということでよろしかったかと思いますが、うんたらかんたらする人々というところですね。そして皆さん M、文型に関係のない就職語ですが、その中で皆さん名詞が余ってれば、左側に前置詞を置いてくださいねということですね。ですから、皆さん、このあたり、もちろん、これだけじゃないですけどもね、知らない知識があったら、この後ノートを取っていただいて。で、皆さん、ノートを取った後はいつも通り、これですよね。赤シートで隠して、皆さん、スラスラ言えるというところを皆さん、着実にですね、知識を足してっていただけますと、試験中、できたっていう感じになりますので、頑張ってくださいね。